パウル・シェーア・バルト、パウル・カール・ビル・ヘルム・シェーア・バルトは19世紀末から20世紀初頭にかけての画家、作家、詩人、ダンツ・イヒューマで。本名、ブルーノ・キューファー、父、アール・エドワルト・シェーア・バルトの11番目の子供で、4歳の、時キの母と死別している。1873年に父も母の後を、追うようにして亡くなる。養母の希望で進学を学ぶが、 カントに傾倒したため宣教師にはならず、反時代的、反自然主義的な文学を執筆し始める。当時の芸術雑誌、デア・シュトゥルムの発行者ヘルバルト・バルデンに言わせると、パウル・シェア・バルトは最初の表現主義者。シェア・バルトは当時のドイツにおいて冒険小説、未来小説、SF 小説などの奇想、幻想とユーモアに溢れた小説、戯曲、 エッセイを手掛け、同時に何編もの詩を綴った。その作品は、当時の主流を占めていた科学的、実証主義的、社会主義的な写実主義、すなわち、自然主義文学とは全く異質のものであった。彼は、多くのデッサンを描き、彼方の回廊という画集を観光した画家でもあった。そこにはユーモラスな宇宙生物がところせましと、自由自在な線で描かれていて、 現代絵画の研究者はこれをピカソやクレイのデスさんの先駆と認めている。彼は永久運動、ある発明家の物語という彼自身の著作を論拠として反戦運動を繰り広げた。ただし断固戦争に反対したシェーアバルトは最初一人でのハンガーストライキを決行するという厳しい状況であった。あらゆる栄養摂取を拒否することで平和への意志を 表明した。だが、もともと極度の貧乏暮らしと不規則な生活なため、体力が乏しかったせいか、それから間もなくして第一次世界大戦が冷めやらぬ、うちに52歳でこの世を去った。葬式には大勢参列者がいたが、その中に当時の有名建築家、ブルーノタウトの姿があった。イエンイツギャロリ、1907ブルーノタウト。 1914年5月16日にドイツのケルンで開催されたドイツ工作連盟主催の建築工芸展にガラスの家を展示した。これはシェーアバルトがシュトゥルム社から観光したガラス建築という書物の影響を受けているとタウト自身が証言している。またシェーアバルトがガラス建築を執筆するにあたってタウトが建築上の助言をしたという。 ありがとうございます。